みんなの YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェアよろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップと動画の画面の下にある、サンクスボタンからも応援よろしくお願いします。Twitter も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。よし、ついに2024年の到来だ。ならば今年こそ、盛大に餅食って平和な世界を実現しないとな。餅を食べて魔理沙の頭の中だけ平和になっても意味ないでしょう。何言ってんだよ、食は世界に幸せをもたらすものなんだぞ。できないと決めつけるのは早計だぜ。そこは否定しないけど、人相手ならともかく自然災害に対しては無力でしょ。まあ、確かに。何より、様々な予言者が巨大地震の発生に関する警告をしているし、最近、巨大地震の前兆としか思えないことまで起こってきているんだから。それにもし予言が的中したり、実際に巨大地震が発生したら、恐ろしい数の命が大量に失われることになるわ。つまり、これらの予言や巨大地震の前兆と思われる事柄は、多くの命が消滅する前兆の可能性があるのよ。まさか新年早々。そんな話を聞かされることになるとはな。しかし、それが現実である以上、目をそらすわけにもいかないぜ。そういうことね。だからこそ視聴者の皆様にも、これらのことを知ってぜひ、万が一の時に備えていただきたいの。ああ、油断禁物というからな。確かに正月だからって浮かれてばかりはいられないぜ。というわけで今回は様々な予言者が警告する巨大地震や災害に関する予言と、巨大地震の前兆と思われる予兆について解説をしていくよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。うんばば、ばんば、うんばばー。何をしてるのかなー。おそらく最初は予言者の予言解説だと思ってな。もしかしたら私も予知できるかもしれないと思い必死に祈祷してみたぜ。さすがにそれは難しいんじゃないかしら。それより、早速どんな予言者がどんな予言をしているかについて、解説していくわね。ああ、よろしく頼むぞ。まず、最初に解説していくのはオランダの地震予知研究家、フランクフッガービーツ氏の予言よ。フランクフルトとポークビッツ、じゃなくて、フランクフッガービーツ氏って、どんな予言者だったっけ？フランクフッガービーツ氏はオランダ中部である北ホラント州、ハールレムに生まれの地震予知研究家になるわ。また SSGEOS という略称で知られる機関に所属して研究を行っている。人物でツイッターや YouTube で独自の地震予測を発表しているわね。ちなみにその手法というのが太陽系の天体配置から地震の発生を予知するというもので西洋占星術の技法に近いのよ。それで今まで、どんな地震予知を的中させているんだ？今までだと2023年2月3日に起こったマグニチュード 7.8 のトルコ大地震を発生3日前に予言していたとかかしら。まあ、他にもあるんだけど今回は省略させてもらうわね。それで肝心の地震の予言に関してだけど、2023年から伊豆諸島付近では、地震が多発して、60センチほどの津波も発生しているでしょ。それに関して、気象庁もこの地震は普通の地震ではないと発表していてね。専門家も通常の地震とは異なる現象が起きている、可能性があると語っているものだったの。そして、フランクフッガービーツ氏はこの地震に対して、最近地震が多発しているのは日本だけではなく、10月3日から7日にかけて、世界の各地でマグニチュード 5.6 以上の地震が18箇所で発生していると述べ、さらに、これらの地震活動の活発化を事前に予測して警告したわ。また彼によると、近いうちにマグニチュード7以上の地震が1つか2つ、もしくはそれ以上の規模の地震が発生するかもしれないと警告しているわね。実際に問題、2024年の新年早々、日本では石川県能登地方を震源とする、最大震度7の地震が発生して津波注意報が発令されたの。もっとも1月2日午前10時には日本海沿岸部での津波注意報に関してはすべて、解除されているのだけど各地で複数の方が亡くなったそうよ。ちなみに石川県では2日午後3時半の時点で合計48人の方が亡くなったことが、確認されたと発表しているわね。また地震の活動に関しては午後4時から午後9時までに震度1以上の地震が147回、震度7が1回、震度5強が3回、震度5弱が5回、震度4が20回、
震度3が57回、震度2が61回、発生していたそうよ。なんてことだ。なんとも痛ましい話だぜ。ええ、でもこれは人事ではなくて地震国家である日本に住んでいる以上、今後、私たちの住んでいる場所でもこういったことは起こりうる、可能性があるわ。確かにその通りだな。ええ、南海トラフ巨大地震を含む様々な巨大地震の発生が、警告されている以上、今後はますます、油断できなくなるわね。それで次の予言は次はインドの天才占星術師アビラーナンド氏の、解説に移るわよ。ああ、確か天才少年とかで有名な予言者だったか？正解、その通りよマリサ。ちなみにアビラーナンド氏は古代インドの思想体系である、バーストシャーストラを極めていてさらには様々な学問にも、精通しているインドの天才占星術なの。また、今までにコロナパンデミックの発生なども予言して的中させているわね。それで本題である地震の予言なんだけどアビラーナンド氏は地震の、YouTube チャンネルで日本で2024年4月までに大地震が起きると、警告しているの。また2023年11月までの間に厄災が起こる強度が増し、2023年4月20日、5月末、7月、8月、10月、12月なども危険だと言っていたわ。ああ、石川県の大地震の件があるからな。都市伝説だからって軽視はできないぜ。でも、この予言は今回、石川県で発生した大地震とは、異なるものかもしれないわよ。それはどういうことだ？アビラーナンド氏が言うには特に2024年の3月14日から11月までが、危険だと警告していて、4月20日の日食の日や5月末、7月、8月など、さらには10月から12月の間も注意が必要だと言っているの。そして、今後、地震や洪水といった自然災害の増加やエネルギー資源の、枯渇、さらには食料不足に関することも合わせて警告しているわ。これが巨大地震や自然災害が原因で発生するものならば、今後、南海トラフ巨大地震や相模トラフ巨大地震といった大規模な、地震などが原因になるのではないかと予想されるのよ。つまり、備蓄をしたりいつ、巨大地震が発生してもいいように、家具が倒れないようにする地震対策や緊急避難のための食料、水、日常品などの準備を行い、避難場所の確認もしておいて、備えた方がいいってことだな。そういうことね。これはあくまでも予言であって、都市伝説だから絶対に的中するとかという、ものではないんでしょうけど、可能性は十分にあり得る物事だから、油断せず、いざという時の備えだけは絶対にしておかないいけないわ。了解だ。油断しないようにするぜ。というわけで次は震度7の巨大地震の前兆と思われる事柄について、解説していくわね。巨大地震の前兆か。そういえば昔、巨大地震といえば巨人が貧乏ゆすりするから起こるものだと、子供心に思っていたんだよな。突然のファンタジー。ナマズじゃなくて巨人とかぶっ飛びすぎでしょ。私は想像力豊かだったから仕方がないだろ。ところで、巨大地震の前兆って一体何があったんだ？うん、それなんだけど実は2023年12月2日にフィリピン南部にある、ミンダナオ島の沖合でマグニチュード 7.6 の大地震が発生したの。その結果、住民1名が亡くなって、4名の怪我人が出たそうよ。さらに震源地の近くでは3日夜にもマグニチュード 6.6 の地震が発生しているわ。マグニチュード 7.6 か、それは確かにとんでもなく大きな地震だぜ。でもよ、これ日本に直接関係ない話じゃないか？ところがそうじゃないのよね。なぜなら、この地震の影響で3日未明にかけて日本の太平洋沿岸の広い範囲で、津波が観測されているんだから。日本に津波だって、一体どこに津波が来たんだ？うん、津波が観測されたのは八丈島八重根の方で、その津波の大きさは、40センチほどだったそうよ。また、千葉県館山市、神津島、八丈島上港、和歌山県の御坊市徳島都町、高知県土佐清水市、鹿児島県奄美市でも各20センチほどの津波が確認されているわ。もっとも3日午前9時までには津波警報はすべて解除されているけどね。は、そうだったのか。脅かすなよな。でも安心するのは早いのよね。どういうことだ？実は太平洋を囲むように存在する山々がある環太平洋造山帯の火山などが、急速に活性化して災害が頻発しているというの。例えば2023年11月には南太平洋のパプアニューギニアのウラウン火山が、
噴火しているし、2022年1月にはトンガ沖で海底火山が噴火し、世界中に津波が押し寄せたわ。そして、地震の発生を予言しているとしか思えない不気味な研究データも、存在しているの。なんだよ、不気味な研究データって？うん、実は過去に起きた南海トラフ地震の発生月なんだけど今までに発生した。13回中5回が12月に集中していたのよ。つまり、この12月に令和の南海トラフ地震が起こる可能性が、高いと考えられていたってことね。でも、もう12月は過ぎたんだから大丈夫なんじゃないのか？それはどうかしら？これは科学雑誌の編集者が言っていたことなのだけど、冬は夏に比べて海面の高さが下がるため寒さで海水の分子が縮小し体積が少なくなるそうなの。そして、その結果、巨大地震が誘発されやすくなるそうなのよ。え、寒さと地震って関連性あったのか？意外だよね。ちなみになぜ、巨大地震が誘発されやすくなるかというと、プレートの境界部を押さえてつけていた海水の重みが寒さで海水の分子が縮小し、体積が和らぐことによって沈み込んでいた陸側のプレートが跳ね上がりやすくなるからなの。だから冬場は海底を震源とする地震が多くなるそうよ。また巨大地震の前身の事例としては、1960年の5月21日にチリで発生したマグニチュード 8.1 の地震ね。さらにその2日後にもマグニチュード 7.8 の地震が起こっているのだけど、この2回のマグニチュード8クラス大地震の発生を、チリ中部のビオビオ州から、アイセン州北部にかけて観測史上最大のマグニチュード 9.5 の超巨大地震が、発生しているのよ。また、2011年3月9日にも三陸沖でマグニチュード 7.3 の大地震が発生していて、その後2の東日本大震災が発生しているの。また、ミンダナオ島の巨大地震はフィリピン海プレートに間違いなく、多大な影響をもたらしているから日本のフィリピン海プレートにも影響が与えている可能性は高いわ。そして、フィリピン海プレートの影響によりもたらされる巨大地震といえば、現在、近年の発生が懸念され続けている南海トラフ巨大地震よ。もし南海トラフ巨大地震が発生したら最悪の場合、関東から九州にかけて、30の都府県で合わせておよそ32万3000人が亡くなり、揺れや火災、津波などで、238万棟余りの建物が全壊、焼失等の被害を受けると考えられているの。また、地震発生から1週間で、避難所や親戚の家などに避難する人の数は、最大で950万人ほどとなり、約9600万食の食料が不足すると予想されているわ。でも実際、そんなことになったらライフラインは長期間断絶状態となり、復旧も日本の経済状態から考えて、そう簡単には復旧できないだろうから、津波などで大きな被害を受けた地域の復興は絶望的でしょうね。だからいざという時のために家具などが倒れてこないような地震対策と、食料や水の備蓄、緊急時の避難の準備等は必須になるわ。避難の準備って具体的にはどうすればいいんだよ？そうね、例えばリュックに保存可能な食料や水、ライトなどの日常品などを用意して、緊急時の避難経路を把握。あとは地震情報を含む様々な情報を収集するなどして、とにかく、気を抜かないことかしら。確かに常日頃の意識は大事だからな。私も今後は、しっかりと心構えを持って生活していくぜ。というわけで最後は太平洋沖で発生した巨大地震の前兆としか思えない、事柄について解説していくわね。お次は太平洋沖か。太平洋沖でどんな魚が獲れるのか今から楽しみだぜ。太平洋沖の魚を解説するわけじゃないでしょう。まあまあ、怒るなよ。少しちゃめっ気を出しただけなんだからさ。それで最後はどんな前兆に関する解説なんだ？最後に解説する巨大地震の前兆は2023年12月4日11時21分頃に発生した。相模湾で近く深さ10キロでマグニチュード 3.4 最大震度3の地震に関するものよ。はぁ？震度3の地震なら大きな被害なんてないだろ？何より、この小さな地震が巨大地震前に発生する前震ってことは、ないんじゃないのか？確かに、この地震は決して大きいものとは言えないわね。でも、この地震はフィリピン海プレートの内部で起こった地震だと、考えられているの。それで？つまり、フィリピン海プレート内部の断層がずれ動いたから、この地震が発生した可能性が高いのよ。もしくは相模湾の地下にマグマがあって、それが誘導したことで、
この地震が発生した可能性もあるけど、問題はこの地震が相模湾。つまり、相模トラフ周辺で発生しているってことなの。相模トラフ周辺。ってことはまさか。そのまさかよ。知っているとは思うけど相模トラフではマグニチュード7クラスの。地震が30年以内に最大 70% の確率で発生する可能性のあると言われているの。ちなみに過去に相模トラフで起きた大地震として知られるのは1703年に、マグニチュード 7.9 から 8.2 と言われる元禄関東地震なんだけど、政府の地震調査委員会は歴史記録や地形、地質データなどから、相模トラフのプレート境界で起こるマグニチュード8クラスの、地震が発生する間隔は180年から590年に今後30年の発生確率は 0から 6%。フィリピン海プレート内部でも起きるマグニチュード7クラスの地震の場合は 70% 程度の確率だと推測しているわ。ただし、マグニチュード7クラスの 70% は当然だけど、マグニチュード8クラスの 6% だって、決して軽視していい数字ではないのよ。東京大学の平田素直名誉教授も 6% は決して無視できる数字ではない。特にマグニチュード7クラスをさらに1桁高いので、いつ起きても、不思議ではないだろうと懸念を示しているしね。ともあれ、相模トラフ近郊で3度も地震が起きたってことは地下で何かしらの、異変が生じていると考えた方がいいのは確かよ。でもさ、相模トラフ巨大地震って元禄関東地震以降は起こってないんだろ？何言ってるのよ、マリサは。1923年9月1日に南関東を中心に発生した関東大震災という巨大地震が発生しているでしょ？その関東大震災は相模トラフ沿いで発生したものなの。つまり、あの関東大震災も比較的近年に発生した相模トラフ巨大地震ってことなのよ。そして関東大震災での地震規模はマグニチュード 7.9。 地震被害により亡くなったり、行方不明になった人数は10万5千人以上だったと言われているわ。さらにこの巨大地震の際は火災などの二次被害で亡くなっている人が多かったのよ。そして、現在は都会であれば過去よりも人口密集度も高く、建物の倒壊や火災等の二次被害で関東大震災以上の人々が巻き込まれ犠牲になる可能性があるわ。また、これは南海トラフ巨大地震の話と被るんだけど現在の日本の財政では早期復興は難しいと思われるわ。なるほど、厳しい状況が続く可能性が高いから自分の身は自分で守らないといけないってことだな。そういうことね。予言にしろ前兆にしろ、あくまでも可能性の話であって、確実性はないんだけど、それでも楽観視をしていたら生き残る可能性もなくなってしまうわ。だから南海トラフ巨大地震の解説でも話した地震に対する意識と備えを常にしておくことが賢明でしょうね。まったく。新年早々から大地震とは、気が休まる暇がないよな。仕方がないでしょ。政府が頼りない以上、自分たちの身は自分で守るしかないし、地震が多い国に住んでいる以上は常にそういったことに、備えないといけないんだから。なら海外に住むって方向性もあるだろ？それも選択肢の一つだけど、他の国に移住したからって、安全とは限らないでしょ？治安だって日本より悪い国は多いし、他の国だって地震は起こるし、ハリケーンなどの自然被害だってあるわ。何より今、日本に住んでいる人の多くは安全をあるために、海外に移住したいとかは考えないでしょ？まあ、確かにそうだぜ。だから自分たちの身をこういった不測の事態から守るために、常に情報収集をして、食料や水の備蓄や何かあってもすぐに、避難できるなような準備もしておくことが必要だと思うの。まったく、メディアや政府もジャニーズとかのしょうもない、報道より、もっと国民の生活を守るための情報を発信するべきだよな。確かにね。あと震災の際は火山が噴火する可能性もあるからの各火山付近の人は、避難できる準備は必須になるわ。もっとも籠城できる状態なら食料や水、日用品の準備や、備蓄対策でしのげる可能性もあるけどね。ただし、地震後の火災や津波、火山噴火等の二次被害発生後の籠城は、危険である可能性が高いからしっかりと情報収集して、避難が必要だと感じたらすぐに避難できるように行動する方がいいと思うわ。特に普段からの情報収集が大切になるから情報収集の際は、ご情報に惑わされないようにしなくちゃね。具体的にはどうしたらいいんだ？メディアの情報はスポンサーや政府の意向などを重視しすぎて、
虚偽情報が混じっていることが多いから、情報収集の際はしっかりと見極めないといけないわ。例えばテレビ等の政府やスポンサーの意向の影響を受けにくい、情報媒体をベースに見比べて判断するのも一つの方法じゃないかしら。なるほど、確かにそれなら誤情報は少なそうだぜ。それから概要欄に防災グッズなどを紹介しているから、よかったら活用してみてちょうだい。それは助かるぜ、しっかりと活用させてもらうよ。それでは、今日はここまで。また次回の動画で会おうね。